全然ですけど、誕生日おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今日ですね、12日が32日です。まあ、だいぶ忙しくというか、合宿なんかをナショナルでやってきて、はい、今回はだいぶハードにやるような合宿でした。いや、期間は短かったので、そんなには、はい、その中で、まあ、今できる課題というか、その、まあ、綺麗にオリンピックまで1年ぐらいなので、状態面というのはどうですか。状態面を把握する段階ではまだないんで、うん、まあ、一つ一つそのなんていうんですかね、スケジュールをクリアしていくっていう上では、うん、まだまだ時間が足りないですし、やりたいことはたくさんありますけど、うん、まあ、その中で今できることはしっかりとできていると思います。その積み重ねが集約するまでにはまだこう、そうです、まだそれを全て実力で発揮する段階ではないです。もちろん、まあ、ワールドカップがあったり、来年の世界戦とかのこの中で、そうです、どっかで一つ試しながら、うん、また、2月にアジア選手権が日本であるので、伊豆であるので、そこも一つの目標としてスケジュール組みにしなきゃいけないです。確かに、グッとこうピークを持っていくというのは、はい、まあ、そんなに年間何回もピークを持たせることはできないので、うん、うまくその中でコンディションを合わせながら、はい、まあ、富山の記念の優勝もあって、いいイメージが残ってる感じかなと。まあ、でも3年前ですかね、結構前なんで、松戸のオールスターの前に走れるっていうのは大きいかな。33を、はい、確かに常々実戦のレース感だったりっていうのがキーになってます、はい。まあ、この後、函館走って、はい、間にエボリューションが入るので、青森、はい、そうするとちょっと感触変わってくると思いますし、うん、うまくそこをバランス取りたいですね、ここ走って。富山の4日間をこう、体にこう備えつけるという、まあ、その踏み出す位置とかタイミングと、早いレース展開でどこまで、対応できるかというのは、うん、はい、オールスターも楽しみにできるように。はい、もうシードレース乗れたので、オリオンさん、はい、まあ、しっかりと、まあ、今回もいますけど、脇本君と初日から当たると思うので、まあ、うまく手応え掴んで、で脇本君にいい印象を与えないように、はい、手応えをつかまったくはないです。まず初日は、そうですね、海老根さんと山田久典さんとというような、はい、3者になりますかね。そうですね、和田圭がいて、あと稲村さんも来ただろうという、はい、まあ、積極的に行きたいですね、3-3ですし、今、乗りに乗ってる和田圭がいるんで確かに、はい頑張ってもらいますか、はい、後ろで、はい、じゃあ32歳の初勝利をまず、はい、頑張ります。ありがとうございます。